東変な岬東変な岬国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成東変な岬東変な岬は沖縄県宮古島市グスクベアザホラニ位チし、太平洋及び東シナ海に面する岬北北二24度43分7秒統計125度28分9秒 宮古島の南東端で道東を代表する観光地、東辺な崎とも書く。主に沖縄方言で東のことを上がりと呼ぶことから上がり辺な崎とも読む。また、宮古方言では上がりピアな崎と呼ばれている。宮古島の南東端から南東方向に突き出た長さ約2キロメートル幅最大1 6 0ル標高。 約20メートルの細長い半島で、竜気山五礁の石灰岩から成り立つ。半島上は平坦だが海岸は断崖で強風が吹き寄せている。このため、天皇目や磯松を中心とした風潮地特有の植物群落が成り立っており、1980年に東辺な先の竜気山五礁、海岸風潮植物群落として沖縄県の天然記念物に指定されている。 1979年の調査によれば、東変な岬には65か222種の高等植物が生育している。また、4月から5月にかけては鉄砲百合が岬一帯で咲き乱れ、観光名物となっている。岬の先端に変な崎灯台初店頭が設置されている。この灯台は、三冠灯台で内部を見学し、上に登ることができる。 東大の上からだと周囲320度が海なので水平線が丸く見える。このように眺望が良いため初日の出の名所でもあり、日本の都市公園百選にも選定されている。2007年2月6日に東変な先として国の名称に指定された。2011年にはパナリ岩礁を含む周辺海域が名称に追加指定され、二千十四年には東大の敷地が 追加指定された。なお、ガイドブックなどでは、日本百景の一つとして紹介されていることもあるが、実際には、日本百景には選定されていない。灯台の近くに、妻子ある男との恋に破れ子の岬から身を投げたという伝説で知られる絶世の美女、マムヤの墓があり、岬の北西側に、ホラ漁港がある。ありがとうございます。